本日は映画グラディエーター2英雄を呼ぶ声プレゼンツキングオブプロレスリング2024の公開調印式にお越しいただき誠にありがとうございます。会場にお集まりの皆様、そしてインターネット配信を皆様お待たせいたしました。ただいまより明日行われます4大タイトルマッチ公開調印式を行います。本日の公開調印式の司会は、先ほどに続き、新日本プロレスリングアナウンサーの阿部誠が務めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は、選手が意気込みや思いを公式に語る、最後の機会となります。明日の両国決戦を前に、選手が意気込みや思いを公式に語る最後の機会となりますので、プレスの皆様はぜひ幅広くお取り扱いいただけますようお願いいたします。本日の公開調印式をご覧になって、明日の両国大会への期待値を膨らませてもらい、両国大会を皆様にはより楽しんでいただけたらと思います。それでは、タイトルマッチの立ち会い人は新日本プロレスリング株式会社取締役会長菅林直樹が務めます。菅林会長、お願いいたします。まずはじめにネバー無差別級選手権試合の調印式を行います。チャレンジャー大岩良平選手の入場です。続きまして、初防衛戦となります第46代ネバー無差別級チャンピオン高木慎吾選手の入場です。それでは両選手に明日のタイトルマッチへ向けた意気込みを語っていただきます。後ほど報道関係の皆様による質疑応答の時間を設けておりますので、マスコミ関係の皆様、ご質問はその時にお願いいたします。それではチャレンジャー大岩良平選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。改めまして TMDK ザ・グリップ大岩良平です。前哨戦を通して高木慎吾のパワースピードは脅威に感じてきましたが、俺がノアで学んだことをまだ1割すら出してない。明日は高木慎吾の知らない大岩良平で戦います。
そして高木慎吾はこのベルト防衛して世界ヘビーに挑戦するって言ってましたが、俺はそれが許せない。俺はこのベルトをかけて東京ドームで戦いたい相手が TMDK にいます。それは無差別級のベルトだからこそできるタイトルマッチだと思います。 TMDK のために、そして俺自身のために、明日はリングに上がります。大岩選手、ありがとうございました。続きまして、チャンピオン高木慎吾選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。さあ来た。いよいよ明日ですね。出る杭は打たれる、まあ、そういうことわざがあって、まあ、明日はその言葉の通り大家を弾き返そうと思っております。彼は異色だよね。変わってるよね。新日生まれのノア育ち。まあ俺からしてみたらね、新日本でもノアでもない、適当に関西の団体で生まれて育ったレスラーですから、そんなことはどうでもいいんだけど、ただちょっと俺気になったのは、まあ新日本のリングでは6年間、戦ってきた。万が一彼が大岩が勝つことによって、もちろん喜ぶ新日本のファンもいるだろう。ただ大岩が勝つことによってノアファンがマウントを取るようなことがあったら、これは絶対避けなきゃいけねえなと、思ってますよ。まあ、大岩ノア流の受け身、ノア流の一点攻め、そんなものは俺の前では何の意味もないということを明日のリングの上で身をもって証明しよう。それから最後な、言ってたな、大岩が。いいコメントだったな、大岩。若いのにしっかりしてるね。緊張もしてないし、いいんですよ、笑うとこ笑っても。別に笑わせようとは思ってないけどさ、確かに俺は 9.29 神戸ワールド記念ホール大会のメイン後、内藤が防衛を果たしてザックが来た、じゃあ両国で次は俺だなと、ザック内藤、まあ、そこで俺が出て行って、お前らの勝者に次は俺がチャレンジすると言った。まあ、今のところ他にね、ああどこだ言ってくるやつがいないけど、ただおいは、俺はお前とのこのタイトルマッチが決まってからは IWGP どこは頭にない。お前の試合だけに集中してるから、明日正々堂々真っ向勝負、潰し合いしよう。以上です。高木選手、ありがとうございました。ここで記者の皆様から、質問をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前をお願いします。なお本日は会見後の囲み取材は予定しておりませんので、ご質問はこの場でお願いいたします。では質問のあるマスコミの方、お願いいたします。はい、新日本公式です。大岩選手に質問なんですけども、新日本プロレスに帰ってきてからは初のシングルという形になります。ある意味今回が、ある意味、本当の凱旋試合とも言えると思いますが、このシングル、いきなりタイトルマッチで大舞台用意されたことについて、一言お願いします。そうですね、凱旋して1試合目が一番大事だと思うんで、その最初の試合で強い高木慎吾をぶっ飛ばせるの楽しみにしてます。ありがとうございます。じゃあ高木選手に質問ですが、もちろん大岩選手を倒して
倒して、両国のメインの勝者に挑戦するというのが、まあ思われていることだと思うんですけども、まあ、これ聞きにくいんですが、もし敗れた場合というのは考えられているでしょうか。出る前から負けることを考える場がいるかおいって誰か言ってましたよね。ありがとうございます。え、特に考えていないということでしょうね。はい、すみません、ありがとうございました。いいんですか今ので。大丈夫です、うん、まあ、本当もし負ければってことは考えてないんで、はいはい、もう言わせんに全力投球 で全力投球、自信もあるし、はい、うん、まあ、彼がね、まあ、ちょっともう少し喋らせてもらうとザ・グリップというね、まあ、俺からしてみたらただの左のクローズラインなんだけど、ラリアットなんだけど、まあ、ノア時代は使ってないその技を新日本に来ていきなりねフィニッシュ技にしてるみたいだけど、こっちからしてみたらね、高校1年からねラリアットの練習してるからね、25年間も右腕も左腕も鍛えてるから、そんな昨日今日始めたラリアットに負けるわけがないという字で、うん、まあ、ある意味ラリアット対決だと思ってますよ。はい、ありがとうございます。大岩選手、今のその、まあ、グリップという技を、まあ、ここまで出してないという理由もしあれば、ということをここまでっていうのはノアで出してないっていうことですか。あの前哨戦でということですかね。ザ・グリップを出してないだけじゃなくて、他のあのノアで学んできた技術はほとんど出してないんで、多分高木慎吾はまだ俺の1割すら知らないと思います。ありがとうございました。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、ではお願いします。はい、高木選手にお伺いしたいんですけれども、まあ、大岩選手、あの今新日本で、新世代と、言われている世代のさらにまたこう下の世代にあたって、まあ、大岩選手本人は超新世代というようなことをおっしゃってるんですけども、やっぱりそういった意味でこう世代闘争の部分、迎え撃つ立場として、そういった部分に世代闘争についてどのように、思うか、まあ、あの G1 では新世代の、海野翔太選手ですね、カラム・ニューマン選手に、敗れてしまった部分もあったので、そのあたりの思いを、改めてお伺いできればと思います。岡本、明日タイトルマッチでも負けた話すんなよ、この野郎。まあ、俺はもう別にね、新日本生まれでも育ちでもないんで、正直世代はあまり関係ない、気にしてないかなと。ただ世界ヘビー、そしてネバーのベルト、まあ、内藤高木というこの42になるね、まあ言ってみたらおっさんが持ってるってことはね、まあ、若いやつらは面白くないと思ってるだろうから、まあでもこれは俺たちもまだまだ譲るつもりはないんでね、はい、まあしっかりそこは別に内藤と別に何もね合わせてないけど、俺は俺なりのスタイルでプロレスを貫いて、うん、ベルトと自分を守っていこうかなと思いますよ。大岩選手はあの逆に、まあ、今の新世代で、シングルのタイトルホルダーが、まあ、グレート王冠を除けば、まあ、いないという現状があって、まあ、自分がそれを一発目で変えたいというようなことをおっしゃってましたけれども、こうなかなかこう新世代と言われる人たちが、結果を残せなくて、まあその世代交代というものがまだ完全に行われていない新日本プロレスという状況をどう見てますか。そうですね、あの結果を残さない新世代はほっといて、自分と藤田の超新世代で新日本プロレスを TMDK を、そして TMDK のオレンジ色を新日本プロレスに、新日本プロレスを TMDK オレンジ一色にしていこうと思います。ありがとうございます。ここからは先日 X にて募集をしました、ファンの方からの質問を読み上げさせていただきます。まずは娘ちゃんさんから、いただいた質問です。高木選手に質問が届いております。2021年12月4日以来の大岩選手とのシングルマッチとなりますが、
大岩選手を感じられる時が来ました。どのようなとこに高木選手は大岩選手のことを注目していますでしょうか。正直ノアで何をやっていたかは、興味もないし知らないんだけど、ただ神戸のリングに上がって、目の前に大岩来た時に、単純に純粋にもう体できてるなと、作り上げてきたなと、それは伝わってきましたね。対戦、前哨戦でも何度か対戦して、当たりの強さも感じたんで、そこは間違いなく成長してるだろうなと。ただ大岩でもそれでもまだ1割しか出してないっていうんで、残りの9割を明日ね、しっかり体感したいなと思っております。ありがとうございます。大岩選手にも質問が届いております。めめさんからの質問です。ネバー無差別級王座のベルトに挑戦しようと思った理由を教えてください。数々タイトルは、新日本プロレスにタイトルは数々ありますが、ネバー無差別級王座を選んだ理由をお願いいたします。そうですね、神戸ワールドの試合後、高木が内藤ザックの間に入って行った時に、高木慎吾そこじゃないだろ、まずは俺を倒せって。なんでネバーかっていうと、まずはシングルが欲しいっていうのが一つで、さっきも言ったように無差別のベルトを取る意味があると思いました。ありがとうございます。それでは調印書に、サインを、入れていただきます。まずはチャレンジャーの大岩良平選手、調印書へサインをお願いいたします。続きましてチャンピオン高木慎吾選手、調印書へサインをお願いいたします。最後は立ち会い人菅林会長お願いいたします。調印書へ立ち会い人チャンピオンチャレンジャー3名のサインが入りましたので、フォトセッションに移ります。両選手はテーブルの前へお願いいたします。それでは以上をもちまして、ネバー無差別級選手権試合の公開調印式を終了いたします。両選手ありがとうございました。続きまして、明日の第7試合で行われます IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の公開調印式に入ります。
まずはチャレンジャー翔選手の入場です。ここで皆様にお知らせがございます。本日登場予定の翔選手ですが、悪天候のフライトトラブルのため本日の調印式は欠席するという情報が入ってまいりました。なのでこの後の調印式はチャンピオンの同期選手を呼び込み、同期選手と立ち会い人の調印ということで進めさせていただきます。それでは第97代 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン同期選手の入場です。やめしよ、俺格が違うんだよ、俺。おお、お前はどうせ俺に負けてよ、メキシコ行くんや、お前。これでもかぶっとけよ、俺。おお、アホが、このゴミチャンピオンが、おい、俺がよ、このゴミからちゃんと再生せろ、俺。見ろ、これ、ゴミじゃ、こんなよ、俺。おい、ゴミ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 、おい。おい、ちゃんと調印しとけよ、俺、お前も、俺。IWGP ジュニアヘビー級選手権試合の公開調印式は終了とさせていただきます。
続きまして明日の第8試合セミファイナル IWGP グローバルヘビー級選手権試合の公開調印式に入ります。まずはチャレンジャー後藤弘樹選手の入場です。続きまして3度目の防衛戦となります第3代 IWGP グローバルヘビー級チャンピオンデビッド・フィンレイ選手の入場です。それでは両選手より明日のタイトルマッチへ向けた意気込みを語っていただきます。まずはチャレンジャー後藤弘樹選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。はい、まずは約5年ぶりにシングルのタイトルに挑戦できるということで非常に興奮しております。明日は自分の子供たちも応援に来てくれるということなので特等席で強い味を見せつけベルトを巻く姿を見て帰ってもらおうと思います。後藤選手ありがとうございました。続きましてチャンピオンデビッド・フィンレイ選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。 You know, there's a lot of things that I could talk about right now. I could talk about how violent I am, how strong I am, how destructive I am, how amazing I look in suits, or what an incredible champion I am.明日のためにいろんなことを今日ここで話してやってもいいけど、まず俺の暴力性について、俺の強さについて、俺がこのスーツがどれだけ似合ってるかについて、いろんなことを話すことができるよ。But as global heavyweight champion, I feel that I should use my platform to educate and inspire. グローバルヘビーウェイトのチャンピオンとして、この場でお前ら、そして後藤に対して教育をしてやろう。So I'd like to use this time
To speak to the children, specifically Goto's children. 特に子供たち、そう、後藤の子供たちについて俺は教えを解いてやろうと思う。I'd like to teach you guys a few things because I'm pretty sure your father is failing you at home. 明日お前の父親は帰って戻ることはできない。Now I know this is going to be hard for you to hear, but tomorrow night your father is walking head first into reality. 明日お前の父親は現実を知ることになるだろう。これはとても悲しいことだ。すまない。And I want this to be a teachable moment for you because I don't think you're getting enough of those at home. これはお前らが家では教わってこれまで教わってこなかったことだろう。俺が教えてやるよ。You see, the fact of the matter is, your father's just not man enough to beat me. He doesn't have what it takes. Do you understand that? 簡単に教えてやると、お前の父親は俺に勝つに値しない男で、単純にその実力がないということだ。わかるか? And now, lucky for you, you get to come to King of Pro Wrestling tomorrow, just like you came and supported your daddy.During the G1, but just remember it was your Uncle Dave that invited you to King of Pro Wrestling. まあ、ラッキーなことに明日、キングオブプロレスリング両国の特等席で俺の試合を見られるということで、招待してやった俺様に感謝するんだな。And I know it's going to be hard for you to watch me destroy your father in front of you, knowing full well that there's nothing you can do to help him.And there's nothing you can do to stop me. すまない、もう一度だけ言わせてもらうが、明日俺がお前の父親をボコボコにするところを黙って見ててくれ。お前らは何もすることができないが、俺の強さをまざまざと目に焼き付けるがいい。But one day, many, many years from now, you'll look back on tomorrow night and you'll thank me. You will thank the Savage King for showing you how the world truly is.ただ何年後かに明日のその光景を思い出すときにこのサベージギンクの俺様に感謝することになるだろう。そう、この現実の俺の強さを教えてやったということを明日何年後かに思い出して俺に感謝することになるよ。So little Goto's, remember this. There are no fairy tales. Good does not win. I'm a dream killer because hate always finds a way. 後藤の子供たちよ、すまない。おとぎ話は存在しない。正義が必ず勝つとは限らないんだよ。明日、俺がそれを教えてやるよ。フィンレイ選手、ありがとうございました。ここで記者の方から質問をお受けいたします。質問のある方はお願いいたします。はい、新日本公式です。まあ、後藤選手に質問なんですけど、まあ、最初は、お子さんたちが見るのにちょっと、後藤さん自身は反対してたような、書き込みがあったと思うんですけども、どういった経緯で今回、来ることになったのか、あと、まあ、お子さんたちからどんな言葉がかけられているかちょっと伺えればと思います。そうですね、明日あの子どもたちが来るっていうことは子どもたち自身が決めたことです。俺は反対しました。何をされるかわからないんで、まあでも彼もそこまで鬼畜外道ではないと思うし、まあね、強い父のベルト巻く姿っていうのはやっぱり一生の記憶に残ると思うんで、彼はさっき招待してやったって言ってましたけど、明日子供たちが来ることは子供たち自身が自らの意思で決めたことです。後藤選手、どんな言葉をかけられたかはもし言える範囲で
絶対勝ってねということは言われました。絶対勝ちます。ありがとうございます。続いて質問のある方お願いいたします。あ、後藤選手にお願いします。後藤選手、約5年ぶりというふうにおっしゃいましたけれども、長らくシングル戦線から、遠ざかっていて、このグローバルヘビー級のベルトを、巻いてチャンピオンになることができた場合、どのような、青写真といいますかプラン、やりたいことがありますでしょうか。そうですね、いつ何時誰の挑戦でも受ける、そのスタンスは変わらず持ち続けて、やりたいことといえば、そうですね、今年 G1 に出られなかったキャリア20年以上のベテラン選手、その選手たちにぜひ名乗り出てもらいたいですね。俺たちベテラン選手はまだまだやれるんだということを皆さんにも見せていきたいと思います。はい、続いてフィンレイ選手に質問なんですけども、フィンレイ選手も父親がプロレスラーです。で、どうでしょう、そのお子さんの時にその自分の父親のプロレスを見て、何かショッキングだったようなこと、もしくはトラウマみたいなことはあるんでしょうか。You want this to be a therapy session?セラピーセッションか? Here's the thing. Goto, you're right. I will not lay a finger on your children. You have my word. But what I will do is drag you over in front of them and beat you to a bloody pulp and make them watch. That's the kind of bad man I am. And I will smile while doing it. Goto, 確かにお前は正しいよ。お前の子供に手をかけるほど俺は鬼畜じゃないよ。ただお前を子供たちの前で引きずり回して血まみれにしてやるよ。それを俺は笑顔でやって、それをお前の子供たちに見せつけてやるよ。他にご質問のある方いらっしゃいますか。それでは、調印書へ、サインを入れていただきます。まずはチャレンジャーの後藤選手から調印書へサインをお願いいたします。続きましてチャンピオンデビッド・フィンレイ選手、調印書へサインをお願いいたします。立会人菅林会長お願いいたします。では調印書に、立ち合い人、チャンピオン、チャレンジャー、3名のサインが入りました。続きましてフォトセッションに移りますので、両選手はテーブルの前へお願いいたします。以上をもちまして IWGP
グローバルヘビー級選手権試合の公開調印式を終了いたします。両選手ありがとうございました。続きまして、明日の第9試合メインイベント IWGP 世界ヘビー級選手権試合の公開調印式に入ります。まずはチャレンジャー G1 クライマックス34優勝者ザック・セイバージュニア選手の入場です。続きまして、2度目の防衛戦第10代 IWGP 世界ヘビー級チャンピオン内藤哲也選手の入場です。それでは両選手より明日のタイトルマッチへ向けたコメントをいただきます。まずは挑戦者ザック・セイバージュニア選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。皆さんすいません、今日は英語だけしゃべります。お願いします。頑張ってね、頑張ってね。Well, it's very fitting that we're in Toyosu, considering that the Noah Dojo was across the sea, and then we used to hold a lot of press events
in Lalapur as well. Chotto natsukashi ne. This match tomorrow is the culmination of a 20-year career for me. The man across from me believes in destiny. I don't believe in destiny. I believe in determination. And the only reason that I've got to this level is through pure stubbornness and self-belief. There's not a single person in New Japan that I've had more singles matches with. But it is very fitting that the first title match that myself and Naito will have will be for the IWGP World Heavyweight Championship. もともとこのノアの道場が豊洲にあって、このまたララポートで何回かイベントをしたことがあって、そんな縁もあってこのララポート豊洲に戻ってくることができたっていうのは少し感慨深いものがあるな。俺自身20年以上のキャリアがあって、明日の俺の対戦者はデスティニーとか運命をやたら信じてる男みたいだけど、俺はそういったものはあんまり信じてなくて、自分でこのキャリアを築き上げてきたという自負があるし、自分のこの頑固さゆえに20年かかったけども、内藤とは何度も幾度もシングルで対戦してきて、おそらく新日本で一番シングルで戦った内藤と戦った相手っていうのは俺じゃないかと思うんだけど、そして明日そんな内藤とタイトルマッチで戦えるということをすごく感慨深く今は思っている。ありがとうございます。Now, years ago, I would have been much more entertaining by insulting and disparaging Naito. But at this point of my career, I'm not hiding the respect that I have for Naito. Naito is champion for a reason. But unfortunately for Naito, we are on completely different levels now. There is not a single wrestler in New Japan that's had the year that I've had outside of me winning the G1 for the first time. I've represented New Japan all over Southeast Asia, North America, and Europe. There is not a single person more capable of leading New Japan into the future than me. この会見が仮に数年前に行われていたら、もっと俺は相手を面白おかしく罵ってみんなを楽しませることができたと思うが、今の俺は正直言って内藤に対するリスペクトを隠すことはできない。この男は理由があって王者になっていると思う。ただ正直なところ、俺と内藤ではもうすでにレベルが違って、俺は別次元のところにいると思ってる。今年は G1 優勝も成し遂げたし、さまざまなことをやってきた。新日本内外で一番活躍してたのは俺だと言い切れるし、新日本を世界に引っ張っていくということができるのは、何を隠そうこの俺だけだと思ってる。ありがとうございました。続きまして、チャンピオン内藤哲也選手、明日のタイトルマッチへ向けた意気込みをお願いいたします。今日は日本語で失礼しますね。スペイン語お願いします。スペイン語、難しい。ポファボーレ、ポファボーレ。とても難しい。そうですね。いや、日本語簡単ね。今日は日本語でお願いします。日本語は難しいよ。わかりません。一番簡単だよ。すいません、わかりません。ロス・インゴベルナブレス・ジャパン、内藤哲也です。いよいよ明日行われる今年の G1 クライマックス優勝者、ザック・セイバージュニア選手との IWGP 世界ヘビー級選手権試合。約2ヶ月前に行われた G1 クライマックスの優勝決定戦の試合後、会場中がザック・セイバージュニア選手を祝福するような雰囲気、あの雰囲気がとても印象に残ってます。なのできっと明日の両国大会は7-3、8-2でザック・セイバージュニア選手への声援の方が多いんじゃないかなと予想してます。
だからこそ勝ったら気持ちいいな。だからこそ期待してる皆様をがっかりさせることが気持ちいいな、楽しいなと今現在思ってます。ザック・セイバージュニア選手には非常に申し訳ありませんが、明日のタイトルマッチに敗れ、そして悔しい気持ちのまま10月20日イギリスにて開催される母国での大会に凱旋していただくぜ、カブラン。内藤選手ありがとうございました。続きまして記者の方から質問を受けたいと思います。質問のある方お願いいたします。はい、新日本公式です、ザック選手に質問です、内藤選手はザック選手のことを事前から、すごくやりにくいとか不得意だと、言っていますが、ザック選手にとっては内藤選手というのはどういう相手なんでしょうか。あと警戒するポイントがあったら教えてください。Well, like I said before, this is going to be our 13th match together. There's not a single person that I've had more matches with in New Japan, singles match-wise. And I think he leads 5-7. But every time Naito has won, it's been as much a mental victory as it is a physical victory. But in 2024, Naito cannot beat me mentally, and he certainly cannot beat me physically. He's still a very difficult opponent.He's incredibly Mendoxai. But I will prove tomorrow that the level between us is unachievable for him. まあさっき言った通り、内藤とは幾度となくこれまでシングルマッチ戦ってきて、新日本で一番多く戦った相手と言っても過言じゃないと思うし、明日はおそらく俺の記憶では13回目の対戦になると思う。今までの対戦成績は、俺が5勝7敗していて、内藤の方に分があるんだが、負けを分析してみるとどちらかというと精神的な部分で負けていたことが今まであったかなと思う。肉体的には技術的には勝っていても精神的な部分で負けを喫してしまったと思ってる。ただ今年2024年はさっきも言ったが、俺は全く違うレベルのレスラーになっているので、明日内藤が対戦する相手は今までの俺とは全く違う、そしてそれを証明するのが明日だと思っている。俺は全く違う次元に今はいるということを明日証明してみせよう。続いて質問のある方お願いいたします。ザック選手に引き続きお伺いしたいんですけれども、過去に2回ニュージャパンカップで優勝して IWGP、ヘビー級もしくは世界ヘビー級のベルトに手が届かなかったこともありますし、高木選手に一度挑戦して、その時もベルトには手が届かなかった。そのザック選手にとって、IWGP、世界ヘビー級ベルトはどんなものなのかということと、あと、過去の、挑戦と今と、どこがどのように違うのかという手応えをお伺いしたいんですけれども。Well, I've mentioned many times, but the letters IWGP are the most important relating to any championship in the entire world of professional wrestling. New Japan Pro Wrestling is the best professional wrestling company in the world, so therefore the IWGP World Heavyweight Champion is the best wrestler in the world. This is my fourth challenge. This is my last chance to truly reach the top of New Japan and solidify myself as the absolute best. So yeah.There is no chance that I will lose tomorrow. I'm at the peak of my career. I'm not even at the peak yet. You're about to witness the peak when I become IWGP World Heavyweight Champion. And there's not a single wrestler in this company that can lead New Japan into the future domestically here in Japan or internationally. Right now, I am the best technical wrestler in the world. Tomorrow, I become the best wrestler in the world.今まで何度も俺が主張してきたように、この IWGP というベルトは俺の中だけではなく
プロレスリングの業界にとって一番重要で一番権威のあるベルトだと俺は信じている。そしてこの俺がいる新日本プロレス、ニュージャパンプロレスリングという団体はプロレスリングの中で一番の団体であると俺は誇りを持って言い切ることができる。明日の4度目の俺の挑戦は自分のラストチャンスになると言ってもいいだろう。それがゆえに俺は負けることは許されないし、負けるはずがないと言い切れる。 IWGP ヘビーウェイトのチャンピオンになることによって自分自身がピークの状態にあるということをみんなに見せしめることができると思う。さっきも言った通り、新日本プロレスをここまで成長することができる選手は俺以外にないと思ってるし、現時点で俺はベストの技術を持つ、ベストのテクニカルなレスラーだけど、明日勝利することによってベストな最高の選手であるということを証明できると思っている。以上です。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。内藤選手にお伺いしたいんですけれども、まあ、ザッキ選手が、まあ、前哨戦の段階からですね、まあ、内藤の運命は終わりだとか、内藤の時代は誰誰、名前言って。すみません、東京スポーツの岡本と申します。役職はエキスパートです。エキスパート、はい、いつも内藤選手にお伺いします。まあ、ザック選手が前哨戦からですね、まあ、内藤の運命は両国で終わりだとか、内藤の時代はもう両国で終わりだという、まあ、いわゆるその内藤選手からもう時代を終わらせて自分の時代なんだというですね、発言をザック選手が繰り返していることに関して、どのように感じておられますでしょうか。そうですね、まあ彼がどう思おうが、それは彼の自由なんでね、別に彼がどう思っても何とも思わないですけど、まあ時代を作るっていうのは、まあ、なかなか難しいことですよ。ただただ勝てば時代が作れるのかって言ったらそういうわけじゃないし、まあ、ただその難しいことへ しかも日本人じゃない外国人のレスラーがチャレンジするって、それはすごく楽しみですし、期待したくなってしまう気持ちも分かるんで、ザック・セイバージュニア選手は今が一番強いって言ってるんで、そんな過去一強いザック・セイバージュニア選手と明日タイトルマッチができるのがすごく楽しみですよ。しかも俺がチャンピオンとしてザック・セイバージュニア選手のチャレンジを受けれる、このことをすごく嬉しく思います。他に質問のある方よろしいでしょうか。菅林さん、何か質問はないですか。ない、あ、特にないですね。はい、では、先日 X にて、募集しました、ファンの方からの質問を、読み上げさせていただきます。内藤選手に、質問が届いております。小太郎ママさんより質問が届いております。 IWGP 世界ヘビー級王座のベルトを防衛したら対戦したい選手が2名いるという記事を読みました。選ぶ権利のあるチャンピオン内藤選手が対戦相手に求める条件はございますか。例えば何かしらのタイトルを保持していなければならないなどという質問が届いているんですが、内藤選手いかがでしょうか。なるほど、その取材を受けた日時点では2人俺の中で名前が上がってました。もしかしたら明日起きたら3人になってるかもしれないし、明後日起きたら1人になってるかもしれない。まあそれは正直わからないですけどね。ただ時間には限りがあるわけで、俺がチャンピオンでいられる時間にも限りがあるわけで、だったら俺のやりたい相手とやりたいかなっていう思いで
その言葉を出しました。もしかしたら明日になったらアベリングアナと対戦したいって思うかもしれないですよ。もしかしたらリング上で次の挑戦者はアベリングアナだって言うかもしれない。それは分からないですけどね。ただやはり一番対戦したい相手とタイトルマッチをしたいっていうのが本音であると、それを言っただけですね。なので誰の名前を言うのか、その答えはもちろんトランキーロー、あ、せんなよ。正解。はい、ありがとうございました。続いて島貫さんより、ザック・セイバージュニア選手に質問が届いております。内藤選手は王座を防衛したその先のことをマイクで、おっしゃっていましたが、ザック選手が明日ベルトを奪取した時には今後のビジョン、その先のビジョンはどのような絵を描いておりますかという質問が届いております。Well, Naito is of course without a doubt the biggest star not only in New Japan but in the entire country of Japan. So obviously his path to the Tokyo Dome is probably more obvious than mine. But my goal of challenging in October was to make the autumn more interesting. Aki wa motto omoshiroi ne. The gap between the G1 and the Tokyo Dome I always thought was very static.But I've already got a match set for Royal Quest, literally a week today. So when I win the championship for the very first time, I will be making my first defense in the same calendar week. And then I plan on defending the championship as much as possible before the Tokyo Dome. The pattern of the road to Tokyo Dome from years past is gone. I'm completely changing it. I can't make history as the firstforeign IWGP World Heavyweight Champion. I can't even make history as the first British IWGP World Heavyweight Champion, but I can make history by being the first British wrestler to take the championship to England and defend it successfully. And then I continue on making more history because a foreigner has never won in the Wrestle Kingdom main event. And I'm going to do bloody that. And then the next day, because it's a very special Iten Yon Iten Go,I would accept any challenger from AEW. Any of you plebs can get your ass on a plane to Japan because I'll be waiting and ready. But of course, Mochilon, first is Naito tomorrow and I'm not underestimating him at all. Naito の考える防衛のプラン、そして東京ドームまでの道のりはまあ、みんなが知っての通りだと思うが、俺はただ単純にこの秋のシリーズをもっとみんなにとって面白いものにしたいと常々思っていた。 G1 が終わってから東京ドームまでのシリーズの中で秋のシリーズは少し盛り上がりに欠けるといつも思っていたし、 G1 の優勝者が東京ドームで IWGP に挑戦するという流れはもう見飽きたものであると自分はいつも感じていた。なので自分がベルトダッシュに成功した暁には東京ドームまでの日程でできるだけ多くその王者を防衛したいと思っているし、そのままロイヤルクエストでイギリスに行って防衛戦を行いたいと思っている。もうすでに外国人選手が新日本の歴史の中でさまざまな初めての偉業を成し遂げてきたが、イングランドで IWGP のIWGP の王者として凱旋して防衛戦を行うということは未だかつて誰も成し遂げていないことなので、俺はそれをやりたいと思っているし、レッスルキングダム 1.4 のメインイベントで俺はそのベルトを防衛したいと思っている。そして今年は来年の 1.5 はいつもと違って新しいことが起こるので、俺は AW のどの誰からの挑戦でも受ける覚悟で防衛を望もうと思っている。ただ明日の両国、まずは内藤に全力をかけたいと思っている。内藤は見くびってもいいようなレベルの選手ではないので、全力でベルトを奪取しに行きたいと思っている。以上です。ありがとうございました。
それでは調印書へサインを入れていただきます。まずはチャレンジャーのザック・セイバー・ジュニア選手、調印書へサインをお願いいたします。続きましてチャンピオン内藤選手、調印書へサインをお願いいたします。最後に、立ち会い人菅林会長お願いいたします。調印書の方に立ち会い人チャンピオンチャレンジャー3名のサインが入りました。続きましてフォトセッションに移りますので、両選手はテーブルの前へお願いいたします。以上をもちまして、明日のメインイベント IWGP 世界ヘビー級選手権試合の公開調印式の終了となります。以上をもちまして、映画グラディエーター2英雄を呼ぶ声プレゼンツキングオブプロレスリング2024の公開調印式の終了となります。ご来場の皆様並びにインターネット配信をご視聴の皆様、本日は最後まで誠にありがとうございました。報道関係の皆様には本日の内容につきましてお取り扱いのほど何卒よろしくお願いいたします。以上をもちまして本日のイベントはすべて終了となりました。本日はご来場くださいまして誠にありがとうございました。